はい、モヘジです。今日のブランチはですね、こんなの食べてみたいなと思います。はい、今崎パンさんなんですね。どんなのになってるのかな。浦和、浦和、浦和の浦和さん、オーブントースターなどで食べる場合、なんとか電子レンジでこの口を少し仕上げて、電子レンジで温めていただいてみたいと思います。はい、本日のブランチはこれということになりました。はい、こんな、サラダわさび菜なんていうのがありましたので買ってきてみました。ね、値段が98円と安かったのです。 JR 佐賀西村山、サラダ感覚で食べれるそうです。サラダわさび菜とありますけれど、わさびとは多分関係ないんじゃないかなと思います。味はわさびみたいな味がするのかもしれませんけれど、食物的にはわさびとは関係ないんじゃないかと思います。葉っぱの形が違いますもんね。サラダわさび菜を袋から出してみました。なかなか綺麗な葉模様、リーフをしてますね。はい、こんな感じのようです。葉っぱだけ見ると大根の葉っぱの親戚かなという、軸がですね、わさび菜は全く違います。はい、こちらがわさびの葉っぱでございます。わさびの葉っぱはこんな風になってますのでね、サラダ菜の葉とはこんなに様子が違いますので、同じ仲間ではないけれど味は似てるんでしょうね。ハンバーグの付け合わせにしていただいてみたいと思います。はい、チンしたハンバーグです。これに先ほどのですね、何でしたっけ、わさび菜というやつを、これを乗っけて、あ、ハンバーグこんな感じですね。ハンバーグじゃありません、ハンバーガーですね。はい、ちょっと、味が薄くなっちゃうかなと思うので、野菜を乗っけた分味が薄くなるかなと思いますので、ちょうどいいようには作ってあると思うので、マービンチリソースを追加でトッピングしちゃいましょう。はい、こんなもんですかね。はい、蓋をのせーのですね。はい、できたと思います。これで本日のブランチになります。いただきます。今日は雨が降っております。3月ももう今日は10日ですけれど、なんで雨が降るんでしょうかといっても、雨は降るのでございます。昨晩の散歩、そうですね、昨晩の散歩はおぼろ月でございました。雲にちょっとちらりちらりとお月様がで霞んだ感じのおぼろ月でございました。おぼろ月といえば、月はおぼろに東山、霞むよとのなんとかに、祇園講座なんていう古い歌が汗もありましたね。知ってる方はほとんどいないんじゃないかと思います。コーヒーです、インスタントコーヒーです。今日はそれでは、山崎パンのハンバーガー、ふっくらバーガー、完熟トマトソース&マヨネーズ、黄金の付け合わせ、組み合わせですね。味付けは、それじゃあいただいてみます。それにチリビーンズじゃないや、チリソースをかけたわけですかね。はい、こんな感じです。ガブリといきます。なるほど。
わさび菜というのはですね、あれですね、苦菜の一種かもしれません。苦菜に近いのかもしれませんね。からし菜とか。チリビーンズじゃないや、チリソースとマッチしてとっても美味しいです。こうやって食べるとなんかバランスもちょっと良くなった感じもしますしね。このサラダわさび菜美味しいです。現在株がかなり下がってるそうですけど、仮想通貨なんてのは株の比じゃなく下がってますね。ひどいもんですね。ビットコインももうとっくに100万円を割れてまして、現在は83万円台以下になってますね。日本人の大好きなリップル、これもですね21円台ぐらいまでに下がってきてますね。お金があったら買い時じゃないでしょうかね。逆にこんだけ下がると必ず反動があるのでね、反動があった時に欲をかけすぎないで数円上がった時に売っ払って現金化しておけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。欲をかいてしまうとですね、逆にまた急に下がるなんてこともあるかもしれませんね。リップルも20円割ることがありますのでね。ビットコインは83万円台、まだ買いとも言えないような、人はですね、頭では安くなった時に買って高くなったら売ればいいっていうのは分かってるんですよ。分かってるけど、安くなりすぎるともっと安くなるんじゃないかと思って、これがまた買えないもんなんですね。で、値段が動き出すと、まあ、あっという間に動いちゃうので、それでまた買えなくなると。んで、適当なところでもうこのぐらいで損でいいやと思って売っちゃうと、そっから値段が急に動いていって、とても買い戻しができない状態になるなんてことも多々あるもんですね。いや、この相場を読むっていうのは、相場を読むんじゃなくて自分との心理戦ですね。基本は値段が下がったら安いところで買って高くなったら売る。それだけのことなんですけどね。それだけのことが誰もできない、ほとんどの人はできないんですよ。私もできない。昨晩はちょうど散歩に出だした頃に、途中で電話がありまして、知り合いの方がスナックに誘ってくれたので、初めて行くスナックに顔を出してきました。初めて入ったそのお店ではですね、三崎町の方にあるんですけど、八王子の三崎町と言いましてね、歓楽街の多いところです。歓楽街の多いところっておかしな言い方だな、飲食店の多いところで歓楽街です、三崎町はですね。そんなんでハンバーガー食べ終わりました。いただきました。ごちそうさまです。なんか喋ろうかなと思ったけど、頭がまだまとまってないし、今まだじゃないや。いつもまとまってないんですけれど。はい。口から出まかせ、喋りまかせって。
ってことで喋ってるんですけど、何を喋っていいのかよくわかんないので、これから少しゆっくり喋る練習をしてみたいなと思います。ゆっくり喋れば私の発音だって、語尾がしっかりして聞き取りやすくなるんじゃないかと思います。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。また明日でございます。あさってかもしれません。今日かもしれません。しあさってかもしれません。やのあさってかもしれません。1年後かもしれません。いや、まあ、30秒後かもしれません。はい。まあ何でもいいですけど、終わりにします。さようなら。バイなら。バイね。またね。じゃあね。ほんなら。